If you don't play this game, if you don't play this game, you just saw potentially a little bit of damage. So we're talking about Dizzy. How long has she been out? She's only been out for 2 months. Right, it's pretty early to buff a character after just 2 months. Usually you need more time to, buffing after 2 months is kind of fast, right? Usually you need more time to figure out the character, but Guilty Gear is an old series. So Nakamura was saying, compared to old Dizzy, like in the old version, this version just felt like she didn't have enough power. FAB said, no, she got plenty of power, what are you talking about? But the developers didn't think so, so they buffed her again to try and make her more like her old iteration. So one of the problems that she had was she was unable to get meter. Like as she was attacking, she'd always be out of meter. And in this game, you need meter for not only attacking, but also for defense. You spend your bar to do flawless defense and air blocking and stuff like that. Oh, that's a missed right there. If you don't miss that, DG will still be able to do it. まあ前もね、ジャムのと同じこと言ってたんですけど、今の話聞きながら全然あるなと思うんですけど。今の話聞きながらこう、ディズイをポチョムキンに置き換えても通じる話なんだって思いながらね。キャンピアーフレボーズ、フレボーズ too soon probably。別にポチョムキン並みの強化でいいんですよ。お、ナイス。仕込めてる。ファスト、イエス。しっかりね。サミットさんここうまいよね。タッチパン、しっかり1ヒットで仕込んでるっていうの。 で、この辺りもその上級者がよくやるっていうか、まあ当たり前にやってるとこなんですけど、技を振るときにこれをするっていうの決めながら技を振るんですよね。だから、アドリブでもちゃんと効果ができるし、状況ごとに対しての正解を引けるというのがあるので、そのいやいや、and it's an announcement. I don't think it's going to be crazy. まあ伸びるんじゃないですかねっていうふうに考えています。ねそんなジグっぽくなってきました。ガオガオは言っときよかった。ガオガオはやばいですね。そんなお知らせ見たくないです。配信してるとさ、説教臭くなるみたいな話じゃないんですけど。これさ、パターンどんぐらいあるの？ ガードしてる人見たことないんだけど。左右と下段で8個ぐらいあるから。いや、もっと作れると思う。それ必要はないんだけど。レゴブロックみたいな感じか。ディズイ。で、今回のチップディズイなんですけど、多分ね、セットプレイハンド。ゴロ2連撃しちゃう。ディズイ側はね、多分ね、セットプレイハンド。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 多分ね、セットプレイ
ウン取りづらい。うん。でも、マイパン6杯とかあるから、ちょっと辺をちゃんとやっていくしかないと思う。今のところ、その確率的な定石を作ってるところだから、状況ごとの、ね、最大効率ってまだできてないと思うんですけど、あるところはあるというふうに考えてるんで、全くないことはないでしょ、あなた、パーツあるでしょっていう感じはするんでさ。The chip is like, as you can see, super, super scary on offense, but the problem, as you know, is he has the lowest health, I think, overall. 出尽くした。出尽くしたか。俺は研究し尽くしたって言える。He gets blown out. ああ、よかった。みんな並んでくれた。並んでくれたね。よかった。So someone's very happy to go. Thank you. Thank you, everyone. 始まってますけど。For coming to fight me. He was very nervous and wouldn't be here. 藤井さん、よろしくお願いします。
チップソルはね、割とソル側をワンチャン掴むために技を振らないといけないんですけど、チップの判定が強くてなかなかその状況に持っていけないっていうジレンマがあると。いや、チップ側はね、結構めんどくさい。なぜならね、足払いがすべ、ね、て足払いで終わるんだよ。FAB で、ただし、エミルスとか足払いの噛み合わせ方が結構難しくて、ソルスカに行くと、足払い打つのって難しいって言った。なんで、そうそう、置き方が分かんない、置き方。分かるよ、俺も調べて、勝てるのは知ってるんだ。だけど、それを、その高速戦闘の中で、待って打つっていうのは、ソルスカに苦手で、技の置き方がちょっとね、苦手なんですよ。前パンの打ち方も一つもそうだし、置くっていう感覚が多分、いやー、今の見えないでしょ。なかなかないんじゃないかなと思う。今、表わかんない。So under, like, わからない。使ってる本人がわからない。目は意味をなくしてる。基本的に、まあ、多分俺だけかどうかわかんないんですけど、あの、表か裏かって当たった時に判断したらいいんじゃないですか。わかんないんですよ。とりあえず、こっちは距離のどっちかだよ。どっちかやれば、別にその後判断して、今後すれば俺はそれでいいやって感じなんで、だから結構いろんな人に今のどっちっていうよりも、さあ、本人がわからないから相手もわからないっていう。だから、あなたがガードを優しい。So what happened right there? I didn't see in the game, but apparently Samitto did something crazy. And actually, I don't know what I did right there. No, like, yeah, that's the best mix-up. Is if the person doing it doesn't know what he's doing, then the person trying to block it will have no idea. How can you block something that even the person doing doesn't know what's happening? なんかちょっと今の話は。ミディアだと結構めくりたくって意識して狙わないとできないから結構相手の防御方法とかを考えて出したりするんだけど、そうか、チップはそうだよね、セルフディレクションがかからないってことだよね。あとチップの時点で張り付いてから降りるタイミングとか高さで距離が変わることもあるから、あの片方って思いながらやっちゃうと、もうミスした時に、ああなるほどなるほど、ああ両方できるようにと。あの技が当たった瞬間に右か左かを判断してコンボできるようにしないと、いざという時に負けちゃう。Another soul. We've seen all souls in the temple. だから角足払いとかは、あの足払い出た瞬間に右か左かを判断して寿司入力してる。うわ、すげえ。そうしないとマジで。でも角足払い完全に右では。いや違う違う、あのね。左のパターンあるの。ちょっと待って。あらいいよいいよ、とりあえず対戦していいけど。あやばい、これ負ける。まああとね、あのギルティーの。システムを知らない人向けに言うとですね、ギルティギアってめくりするときに自動ガードのフレームがあるんですよ。それがセルフディレクションって言われていて、相手の起き上がりにめくりを完全に重ねちゃうと、どっちガードしててもね、勝手にガードになるんですが、そのフレームを若干ずらしてめくりを当てに行くと、セルフディレクションを切った状態での置き攻めができて、まあめくりが強いよという形になります。Okay, so he has a very big explanation about the game. So different from Street Fighter, apparently in this game, there is auto blocking between left and right mix-ups for a certain amount of frames in the beginning. So if you try to cross up immediately or without like setting it up properly, then you're going to be able to block even if you're blocking the wrong way. The cross-up won't actually be cross-up. So it says you have to set up.By making the block これがね、最後の最後で根性値を無視して位置をずっと当たり続けると一気に殺しきれちゃうっていういいキャラなんですが、結構ミリアもチップもこう刻み強い、そうそう、刻み強い、うん、この体力のシステムには割と相性がいいんだよね。前半はヘルシーに後半は削りでいけるしみたいな感じで、前半ヘルシーはねちょっとね、あ、ないの？思ったより減らない？いやー、やっぱポチョムキンさんと比べると ね、 そうね、あの圧倒的火力不足は感じますね。今作でいうと別にポチョムキンで比べなくても、ソル組むシーンとかいますけど、これとか彼ら本当羨ましい。お、これはいける？いけるね。So can you go from here? Can you take him out? Can you kill him?これはもう完全にバースト対策。Wow, yeah, バースト対策、まあ、あの覚醒必殺技を当てるとバーストができないんで、バー対しながらの殺し切りができるっていうのもマッチって強みですね。Are unable to burst, so by doing その前にバーストしないといけないという。そうすると今の状況だとゲージ 100% 持ったチップが野に放たれて、そこはしょうがないんですよね。その前にこう立ち回りでゲージ使わせるか、その前に倒すかみたいな感じにしないといけないんで、今だから空港に持ってた時に相手がバーストなかったんで、This lag is wild. This is stream lag or our net play lag. What's going on? これがね、ラウンド間、まだラウンドあるようだったらバーストが一瞬で溜まるんで、まあ、次のチャンスでつなげるっていう形にはなるんですが、なかなか難しいというね。そうはね、
これ勝てるようになったんですよね、バージョンアップしてから。今何に勝ったの？開幕、向こうのサガイスに俺のサガイスが勝った。すげえ昔見たやつ。Jumped on the wall, slid down, and then did an air grab. このチップとミリアはね、本当にこうあれだよね。見ちゃう試合展開が早いからね。これっていう感じのね、対策もね、ありえないから、とてもあれでこういう感じにするよっていう感じになると、説明がしにくいという。違う。距離ごと、キャラごと、リバサダストがないな。違うんだ。え、なんだったの？バーストだったの？もしかして。バースト残勢をね。あ、バースト残勢ね。バースト残勢をね、やろうとしたら出なかったんだよ。100%あったから。Wait, he said he tried, he tried to burst before, but was unable to do it. Chipp はこの辺りでこう、yes, all these guys are in their 30s. 詰めれるけど、判定負けするキャラには苦しいっていう流れ。There are not that many young people, but they were talking about that earlier, because Exert is a new game, so kind of the same as Street Fighter V. スピードで翻弄するキャラクターだから、判定はあまり。A lot of old players, but Exert has brought in some young guys. The problem is that 足払い、サガエス、パチハイ。またジャンプ D と、無敵技のベータもあるし、もう今回ちゃんと言えたね。そう。癖になっちゃうんだよな。キルアも言ってたよ、癖になってるんだ。いや、そこじゃないだろ。ダメな方じゃねえか。手癖の方だったんだ。そう。手癖？口癖？あ、危ない危ない。パインを見ないで。できちゃうの？転移をする癖がある。俺が。まあ、チップ早すぎて、まあ、ミリアもそうなんだけど、この自分の行動を把握せずに打つパターンが結構あるね。自分の行動というか、まあ、状況。今よかった、バースト見てくれた。そうだよね、なんか。多分、サミットさんもそうだと思うんですけど、スピードキャラ使ってると、結構先読みというか、先置きというか、うん、結構決めて行動することが多いね。Yeah, so Nakamura is agreeing because he plays Millie as well. まあだからこそこの早い展開でね、相手を翻弄できるんですけど。He says when you play a fast character, a lot of times you don't react. 大事故につながるみたいな感じになるんですが、それがつな大事故にならないように元々のね、行動とかその戦闘スタイルだし、kind of really react. ゲームメイクをできるようになっていくと、スピードキャラを使いやすくなっていく。Pine cone out there that throws off your planning right there.まあ、そこまで深く考えてないですよね。前もね、中村さんをゲストで林に寄った時に聞いたんですけど、適当なんですよね。なんとなくでやってて、じゃあそれセンスじゃねえか、もうちょっとこう文章に残して構成に伝えていこうぜって言ったんだけどさ、結構やっぱり俺らみたいな速いキャラって考えてやらないよね。感覚がね、感覚でやらないと。まあでもその動画を見て、この状況だったら後ろ下がった方がいいなとか、相手がこういう状態だったら前行った方がいいなとか、そういうのはね、見てる人がね、分かりやすい、第三者視点だと分かったりするんで、そういうのを意識するとスピードキャラ使いたいなって人に対してね、良くなるんじゃないかなと思うんで、まあ、動画に残していこうという感じですかね。なるほど。最近はそうですよね、こうなんかプレステ4とかね、配信できるようになってるんで、残っちゃうんだよ。争点のうわガンマプレイが出なかった。あ、すごい今の確認ですわ。で多分熱唱で3ん？いやだから熱唱で爆弾が爆発した瞬間に万歳までバンザイの方が減る。あ、どうかな。6回ができたらいいんだよ。いや、ゲージ回収率がね、バンザイすごいんだよ。あ、なるほど。But it looks like Samitto did the YRC right there. So what happens? Kind of more technical if you don't play this game. But Elfelt has a grenade and she can hold on the grenade. And when she primes it, ゲージ 25% 残したチップは怖いよね。いつでも転移来たから。今使ってないけど、本来はその転移っていう瞬間移動技をこれキャンセルしてね、相手の行動を見てから。Samitto did right there. Oh, that was sick. That was a cross up. Yeah, that was a cross up right there. So. これで終わりぐらい。時間はまだあるんじゃない？まだあるね。そうそうそう。今のってこう投げた後に今 P 転移の方、K 転移、あ、 K 転移の方でめくりになったけど、あれが例えば P 転移だったら表になる。No way to block that on reaction. You have to just hold the other way. 転移が4種類あるから、まあそのうちのね表裏の2択になる。そうそうそう。で裏転移の上に出る方だったら、そこから中下段も補正切りができる。They're just going through all the different mix of options that
竜柳っていうあの空中で区内を出す覚醒必殺技からは補正切りがいっぱいできる。強いんだよね、あれが。あの技は本当に強くて。That's my mix up. DP or not DP? 俺マジあの技ノーゲージ出せないから。ノーゲージはあのもう区内1本出せるからいいんだ。手裏剣もあるぞ。So what event is on Topanga? Oh, Topanga! Yeah, I forgot! 1本ずつ出せるから。Because Street Fighter fans, again, let me just stress again, we are not, this is Beast TV. This is Daigo's stream. He wants to just not Street Fighter, he wants to just kind of grow fighting games. That's his big thing.これ裏の、so、yeah, stream other games. I know you guys might not like it. Like, I don't want to see Street Fighter. But, yeah, right now, if you're not interested in this, you want to see Street Fighter, Topanga is streaming an event. Actually, one floor above us on the fifth floor. It's a university. They run it every year. I don't know the specifics. I'll check it out later. But it's a university tournament where only Japanese university students can enter. まあまあ、あの、そういうこともあるよ。そうだね。うん。So young players will be showing off there. まあそうね。着然としないものを感じますけど。Like the OEDP. No, 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 because sometimes I mess up the input and I accidentally get a high block. やっぱ攻めたもんが強いんですよね。あ、攻めた方、まあ、防御、このゲーム、防御が難しいですよね。やっぱり。中一の熱帯よりだけど、やっぱやってるとね、防御超むずいんだ、アーケードより。やっぱちょっとだけなんか2フレぐらいやっぱ差は感じるかな。ガードをするだけだったらできなくもないんだけど、いつもやってるここは反撃できるみたいなところができなくて、ガードしかしねえぞって死んでいくパターンも結構ある。テケン7 is gonna be next year。終わる流れ？うん、終わる。What other games can we stream? The game has to have net play though. Since it's a 2-hour stream, and we can't really just offline play for 2 hours. まだ止められるまでやろうよ。そうそうそう。もうやめろって言われるまで。まだまだ。We want to do a virtual fighter 5. He's very nervous. He says, "No, no one wants to see Virtua Fighter 5." チップのなんかこう対戦じっくり見るってあんまりないからね。あんまないね。チップしか少ないし。そう。気づいたらチップ死んじゃう。そういうところ、そういうことじゃないよ。そういういないじゃなくて、あいつ2分ぐらいしか画面に映ってねえなみたいな。That goes full casual though. そういうのじゃない。He's like, hey, I like the items. これがね、おお、エアブリッツね。そう、ブリッツが常にブリッツと。結局表裏がこんにちはしないといけないからね。そうなんですよね。中央でなんかこうブリッツ読みしたらなんかこうチップは結構痛いの入るのかな。まあテーダーでジャンハイを出したりとか。Hamiko is going to be on Monday actually for Daigo's talk. We're going to do Evo Japan talk with Hamiko. あ、立ちハイダストとか当たるのかな。カウンター。完全に読んでるんだったらそれでいいけど。最近みんなためブリッツごまかしてるから、ためブリッツだと立ちハイしちゃうとバーンって弾かれて死ぬと。なんで足払いしちゃうと足払いレッショじゃねえな。あれなんだっけ。レッショにいいか。どれ？寿司？寿司。寿司レッショ。Did not stand up. You did not stand up for the dust right there. 六歳。Lucky was out of range. 六歳。六歳。選手。レッショ六歳選手だね。あ、バンザイは選手なんだね。Sweet beat the stamp blitz right there. バンザイって最後言おうとしたわ。バンザイって言ってるしなとか。もう本人が言ってるからね。間違いじゃない。最後バンザイっていう。So guys, how should we do the order for the all-time match? ごまかした。竜柳しようとして竜柳が難しいんですよ。前ジャンプ竜柳がたまに化けるんです。あれでも今ボタン違くなかった。うん、K だよ。K なんだ。S だと思ってた。We be translating only in the chat, sorry, not in.